そらくそこだね、あのでかいのがいるのは。まだ上にいるやつは捕食だな。さあこれも流れの白輪から徐々に落としていきます。徐々に。こういったね、流心脇のゆっくりしたとこでもね、いるので侮れないですよ。で、上げるときはゆっくり。おそらく魚がいると思う。その流心直下に今触った気がした。これで来れば大きいですよ。ここの流心にいるやつはでかい。今度は一つ筋を、同じように見えても筋の違うところを入れていきますよ。真ん中の筋です。ここで流れ方が早すぎますね。うまく底波に入ってないということは、棚が悪いのか重りが足らないのかということで、2社選択、重りを上げます。 2B をもう一つ追加。今ついてるのは 3B と 2B が2つになります。この遡上魚の釣り、大物の釣りということで、時期に応じて今大重りですが、初めに述べたようにこれが渇水になってくると今度は違います。ほらゆっくり流れてるでしょ。ここら辺で食うわけだ。おお、これはね、ジャンプしたでしょ。これはニジですね。ニジマス。ほら、ニジマス。ね、ニジマスはこうジャンプする。バババババ。で、もうジャンプするということはかなり体力使ってますから、そのまま強引に持ってきて。おう。ジャーン。ニジマスですね。利根川も多いんですよ、このニジマスくん。でもヒレピンのニジマスですね。ニジマスです。はい、リリースします。まだ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 